サーミ女性の頭位を測定するフランス体験体ロラン、ナポレオン・ボナパルトは、フランスの貴族、博物学者、パリ・チリ学会やフランス天文学会の会長を務めた、第二訂正下のパリで、ピエール・ナポレオン・ボナパルトの息子に生まれた。ルシアン・ボナパルトの孫にあたる、1880年に、大富豪、フランソワ・ブランの娘、マリー・ブランと結婚し、 一人娘のマリー・イボナパルトはギリシャ王子のゲオルギオスと結婚することになる。妻はマリーの出産の少し後に没し、ドランに大きな財産を残した。ドランはアフリカ、アジア、アメリカへの多くの学術探検の資金援助をし、多くの博物標本のコレクションを築いた。1886年にノルウェー北部のサーミ人の学術調査に参加し、 身体計測や写真撮影などを行った。1910年から没するまでパリチリ学会の会長を務め、1921年から1923年の間はフランス天文学会の会長をも務め、1919年にはフランス植物学会の会長をも務めた。1899年に、いとこの第五代、ムジニアのおよび、カニの子を、 ナポレオン・シャルル・ボナパルトが没した後、第六代、ムジニアノ及び、カニーノコの継承者となるが、この称号を維持せず、ルシアン・ナポレオンの男系の家系は、ロラン・ナポレオン・ボナパルトの死によって途絶えた。フランス南極探検隊のリーダー、ジャンバティスト・シャルコーによって、南極の岬、ボナパルト・ポイントに命名された。ノルウェーの湖の名、ボーネ・パーツ・チョアンもロラン・ナポレオン・ボナパルトにちなんでいる。 ボヌップは植物の学名で命名者を示す場合にドランボナパルトを示すのに使われる。ありがとうございます。